今日はゼロ円シリーズ第1弾ブリスベン観光。ゼロ円？ゼロ円シリーズ。観光お金を使わないってこと？そう、お金を使わずにゼロ円留学っていうのがね、留学比較スタイルのプランで1個あるんだけど、そのゼロ円かけてゼロ円観光行っていこうと思います。まずはウエスト&マーケットに行きましょう。レッツゴー。はい、到着。え、なんだっけ名前また忘れたかな。サウス&マーケットかな。到着しました。すごい人なんだよ本当に。何どれぐらい出てるんだろうな。 100?200 ぐらい出てるお店。その100ぐらいかな。でどういうのが出てるかっていうと、まず野菜とかフルーツが売ってたりとか、あとは衣類お洋服売ってたりとか、あとは、ね、ハンドメイドと、あとはちょっとご飯屋さんで、これゼロ円シリーズで来てるんですけど、なんでゼロ円シリーズで来たかっていうと、まあ、もちろん入場料は無料で、何を狙ってるかっていうと、テイストミー味見ですよね。まあ、見てるだけでももちろん楽しいし、全然ゼロ円で来れるっていう。じゃあ、じゃあ朝ごはんをね、食べに行こうか。うん、どう。これなんだろう。あ、ビーンズって書いてあるね。これ近所にあったらいいよね。うまそう。いただきます。いい音してる。うん、あのね、バターがねめっちゃ濃厚。うん、やっぱうまいねこういうの、出来たてのパンってね。ということで、アヒルダーパンが出ないんじゃないんですけどね、ラーメンがちょっと食べたくて買ってきました。じゃじゃん、ハローラーメン。すごいよね、ラーメン屋さんだけタッチパネルなんだよ。早速いい注文してラーメンでしょ。いろんなラーメン、豚骨ラーメンがいいかな。オッケー、頼みます。あ、注文できました。楽しみだね。うん、じゃあここにね、ここにラーメンが来るところまで、せーの。ラーメン来てないんだけど、まずね、あ、飲んでんじゃん待ってなかったじゃあ次、ラーメン登場まで、せーの。はい、できてるかな、うまく。パッチョくー、見てみて、美味しそう。うまそうだね。そう、上手減ってるねバレた、待てなかった、待てなかった。ビールもちょっとずつ減ってる。食べよ。はい、いただきます。なんかさ、関西の友達でさ、うん、一緒にラーメン食べに行って、うん、なんかまずこうやってラーメン食べたのよ。そしたらなんかスープからいかんかいってめっちゃ怒られたことがあって。それはもう関西じゃなくてもじゃね。あ、そう？普通でしょ。それから気をつけてんだよ、スープから飲むように。いただきます。うわ、うまうまい。あのね、こってり系。うん、久々、これオーストラリアでこの味に出会える奇跡だよ、なかなか。はい、ごちそうさまでした。美味しかったね。うん、美味しかった。美味しかった。もう日本人はラーメン難民。ラーメン難民、ラーメン難民オーストラリアで絶対ラーメン難民になるのに、あ、もう思ってたラーメンが食べられない、食べられない、悔しいっていう思いをするから、ね、しかも日本よりも2倍ぐらいの値段するよ、うん、だからおすすめです。ここさん、ぜひ皆さんに来てください。はい、次。次は、時計台。次は時計台に行きます。その時計台はなんとジブリの、あの、魔女の宅急便モデルとされている。
まあ、諸説あるけどね。諸説あります。メルボルンのじゃないかとか他の国じゃないかとかさ、なんかちょっと無理やりかなみたいな、なんかこじつけかなみたいなことも書いてあるところもあって、まあ、それでなくてもね有名だからね。そう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 、うん、でしかもあゼロ円企画、っていうことで、まあ要予約なんだけど、でも予約でも無料で、あの諏訪時計台中を案内してもらえるっていう45分間があるんだけど、時計台興味あるなって人はぜひ予約していってほしい。こちらは今回は座なしでいいよ。大体何言ってるか分かんないし、そう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 、そもそもね。あ、でも日本語のツアー、まあでも英語のツアーかやっぱね、ということで、じゃあ早速時計台行きましょう。レッツゴー。はい、到着です。じゃん、見える。あ、大きいね。大きいね、思ってたより大きいね。なんか曇り空だから余計オーラがある。あ、なんかちょっと怖い、ハリーポッターみたいな感じ。ただ、ね、どうですか、魔女の宅急便の話ですけど、どうですか。ちょっと疑惑が残りましたね。どうだろうね。ねえ、なんか遠くからの描写だから、街並みと時計台みたいな感じだから、うん、早速なんか行ってみますか。ええか、レッツゴー。近っ。まあまあすごいなみたいな感じだったね。うん、ただツアー立って行った方がいいかもしれないね。そうだね。なんか中入っていいのかダメなのかよく分かんない感じだった。まあちょっと動画軽く載せておくんですけど、まあお腹でしたっていうことで、次はどこですか。買い物に行こう。買い物行きますか。ゼロインツアーなのに。いや、ウィンドウショッピングね。あ、そうだね、ウィンドウショッピングね。でもすごいんだよ、とかさ、ショッピングモールとかじゃなくて、今日はアーケード、なんだっけ、また名前忘れちゃった、なんとかアーケードっていうところに今から行きましょう。そこもね、ちょっとね、こう、こういう、なんかブリスベンってこういう系の建物なんていう、ちょっと芸術的な多いよね。そうそうそう、みたいな多いんだけど、そのアーケードもちょっとこうイギリスっぽい感じ、ランプ、ガラスみたいな感じらしいので、知ってみましょう。とにかくね、行くよ、レッツゴー。着きました。どう？おしゃれだね。じゃあ見に行こう。行ってみよう。見てここ。なんか寝室。あ、寝室1920年からあるね。うん。このランプとか超風じゃない。一つ目、この服部さんだからね。おしゃれ。おしゃれ。ちょっと高級なのかな、雰囲気的に。ちょっとそういうところあるよね。なんかガラスみたいな、なんか見たこと分かった、ステンドグラスのことね。そう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 。見てるだけでも楽しいよね。うん。何、色鉛筆？映画に出てくる色鉛筆みたいなね。おしゃれ。見てこのスティックとかさ、すごいステッキ、あ、ステッキ、うん、ステッキね、うん、あららららら、すごいよ。見て、来たら、これ待って、何ドルこれ。1,100,000って約1万ドルって、100万、日本円だと70万か、70万円の指輪ドドンって並んでたね。給料3ヶ月分だね。ねえ、おしゃれなメガネ屋さん。しかも可愛いんだね。見て、このシリーズ。可愛い。可愛い。めちゃめちゃ可愛くない。可愛いだね、シリーズ。はい、続きまして。これから行くのは、こちらがね、今日一番楽しみにしてる場所だよね。ということで、行きましょう。続きましては、カジノ。もうカジノはね、もう海外旅行は鉄板じゃない？全然ゼロ円旅じゃないけどね。でも入場料無料だから、ね、見るだけでも楽しいからね。見るだけでも楽しい、もちろん。今日はちょっとだけやってみて、やっちゃう、帰ってきた時の顔でどうだったか判断。あ、そうだね、判断してもらおうか。
じゃあまず入り口までね、うん、いきやレッツゴー、じゃじゃーん到着。見てください、これがカジノなんだって。どうイメージしてたカジノ、もっとネオン噴水イメージしてたでしょ。これなんですよ、このこれがカジノ、かっこいいね。どう今日のよっちゃんの運勢的な、勝てそう、まあ余裕っしょ、逃げる、うん、私ビビってんな今日は。ちょっと行ってみよう、うん、レッツゴー。